左手の方が、谷上駅で神戸電鉄、で、こちらの架線がですね、まあ、花山駅ぐらいのところからこう続いているドントダウンへの、架線の合流する架線ですね。まあ、こちらの方、まあ、あの辺りに架線の底がコンクリート化しなければならないところだと思われます。で、まあ、こちらの方のところ、まあ、落差があるので、まあ、水車を設置、真ん中に、まあ、水が集まるような形でと、まあ、そういうふうな、ところですね。まあ、あちらの方の河川で水を溜めたとしても、まあ、あの辺りの上の方のところまで、まあ、水が来るかどうかというところだと思います。ちょっとこの河川の上流まで登っていってみたいと思います。あと、あの奥のところですね、あちらの方も、まあ、真ん中に水を寄せておいて、スイッチャーを設置したら、まあ、ギア比つけていれば、結構な発電ができるかと思います。まあ、今日ちょっとあの別の場所をいろいろと移動していて、かなり急な坂のところで足元が、路面が濡れていて、まあ、ちょっと、転倒してしまって、怪我をしてしまいました。まあ、何かこう撮影行ったりするときにバンドエイドとか持っていっといた方がいいですね。あの辺りのところにも落差がありますね。まあ、先ほどあちらの方の道から上がってきたんですけども、すぐ近くです。で、まあ、この辺りは石とかがたくさんあって、一応河川のそこはコンクリート化はできてると思うんですけども、両サイドこちらが岩壁工事ができているのかどうかというところ。まあ、地下水流ストレートトンネル発電の、まあ、まあ、5、6メートルぐらいの長さで、その先が水車というような形で、まあ、いいんじゃないかなとは思います。まあ、先ほどの位置があちらの方なんですけれども、まあ、10メートルぐらい上がってきたところで、まあ、河川の底の土砂のかき出しとか必要で、まあ、なだらかはなだらかですね。まあ、この先ぐらいのところ、アルカーブのところまでが、まあ、水が貯水できるというような形ですね。で、まあ、あちらの道を、まあ、さらに上がってきたところなんですけど、まあ、こちらは河川の底と両サイドが整備されていますね。まあ、河川水門を設置するんでしたら、まあ、あの辺りに門を作ったとして、まあ、また5メートルか7メートルぐらいの地下水流ストレートトンネルにしておいて、まあ、水を満水まで溜めたとしても、そこの、橋の高さのところまでしか、水は溜めれないので、まあ、あのパイプが出れるところの辺りに、まあ、門を作っておいてと。で、まあ、満水まで水を貯水したときに、まあ、こちらの、あの辺りぐらいのところまで、まあ、水が、貯水されると、まあ、それぐらいだと思いますね。まあ、この河川の底のいらない石とかを撤去して、まあ、そこをコンクリート化ですね。まあ、ちょっともう完全に茂みになっているので、どこまでコンクリート化されているのかというところですね。で、まあ、あちらは河川なんですけれども、道どちらに行ったらいいのかな。ちょっと、まあ、こちらの方の道行ってみますね。あのすぐ近くに不法投棄の、オートバイがありました。あとはこのタイヤとかもそうだと思われますね。
されてるんじゃないですかね、この辺りの車。かなりもう暴れていて、まあ、この辺りもそうだと思うんですけど、まあ、あちらの方が先ほどの河川 の、 上流なんですけども、まあ、道を、まあ、数十メートル上がってきたところなんですけども、まあ、この辺りもなだらかな傾斜なんで、作れるのは作れると思いますね。石とかをのけて、あと河川の底をコンクリート化ですね。それでまあだいぶ水が多分そこに抜けてると思われます。だいぶ大きな石がたくさんありますね。で、両サイドが石垣はあるんですけども、間にコンクリートが入ってないんで、まあ、だいぶ余計な石を撤去して、奥ぐらいの奥行きのところまでに合わせておいて、まあ、余計な石を撤去して、まあ、石垣を組む、その間にコンクリートを入れておくというような形ですね。まあ、水がもったいないですので、昨日まとまった雨が降ってましたんで、ある程度数時間にわたって、まあ、その影響で水がある程度流れてきてるんだと思うんですけど、ちょっと不法投棄されている金属がありますね。この辺りは足場が、どこからどこまでが足場なのかちょっとよくわからないで危険なんですけど、まあ、なだらかに続いています。まあ、サイドがね、住宅地のところまでの高さが結構あるんで、まあ、2つ目のところが、まあ、道が今ここ急勾配なんで、2つ目というか、まあまあ、いくつ目なのかちょっとあれですけど、あちらがちょっと滝になってますね。で、この辺りは結構水が山の中からこう流れ出てきていて、多分ここはね、水を作っていて、水が詰まってるんですね。で、水がこう流れてきていて、で、こちらに、まあ、流れ出してると、まあ、そういう状態ですね。まあ、これ火がちゃんと当たるようなところとかに、まあ、米とか植えたら多分水田になって作れると思いますね。真ん中というか橋に水が生成、橋の方に水が集まっているので、水車を設置したらそこそこ発電できそうですね。まあ、小水力の斜めに設置してこう螺旋状に回転するようなタイプのものでもいいと思います。滝のところはだいぶ落差があるので、まあ、落差5メートルぐらいありそうなんで、まあ、真ん中に水集めておいて、水の量結構あると思うんで、まあ、水車ギア比つけて、結構発電できると思います。ギア比をこう上げ続けていけば。で、まあ、そこは水車の方が良さそうなので、まあ、もうあちらの方に先ほど途中まで言ってたところまでで、河川水門回復式ダム発電にしておいて、で、そこから先ですね、どうなってるのかちょっとよく見えないですね。まあ、ここは業者さんの敷地内なので入ったらダメそうなので
ちょっともうちょっと上行ってみますぐらい。さっきのところは滝になってたところが、まあ、砂防ダムみたいな形になってましたんで、そこを河川水門開式ダム発電みたいな形にして、その水が出るところ、そこにも回転扉つけておいて、その下で、水車で受けると、まあ、そういうような形が望ましいんじゃないかなと思います。で、やっぱり今この辺、倒木がたくさんありますよね。まあ、あちらも倒木、河川の底ですね。向こうに、ある程度の高さで、河川水門型にしておけば、この辺りは結構貯水ができると思いますね。河川の両サイドがありますから。あとは、まあ、河川の底の方に生えてる木に関しては、まあ、全部伐採して、まあ、かまど発電とか、元気の良さそうな木は、まあ、木材に使用すると。だが、まあ、まあ、誰か担当の業者さん、まあ、仕事をされる方がついて、まあ、この辺りだったら、まあ、谷上の駅の近くにある、まあ、小学校か中学校があったと思うんですけども、そちらの方に、まあ、かまど発電を設置して、まあ、ここの河川の底の方のところの倒木とか、まあ、そういったものを、まあ、根こそぎ集めてきてと、まあ、かまど発電にすると。で、学校はそれで暖を得ると。まあ、こういった形でいいと思います。ちょっとね、上がっていく道は、上り坂なんですけども、河川の底はずっとなだらかなんで、ここはだいぶ水貯水できそうですね。まあ、河川の底はコンクリートか必須で、あと、いらない石とかがかなりたくさんあると。まあ、こういう状況ですね。あ、やっぱりだいぶ、なだらかですね。奥の方まで水だいぶ溜めれそうですね。まあ先ほどの駐車場の業者さんのところと、まあ何か話を、つけてですね。横ももしかしたらこう、先ほどの石とかで石垣組んで、ちょっと水上の方まで貯水しやすいようにさせてもらったりだとか。まあそういうふうな、あ、こちらの水が先ほどの横に米を、日当たりのところに米を植えていたら育つんじゃないかと。まあ天然の水田ですね。まあこういった山道、まあここはもうちょっと登らない方が良さそうですね。苔が生えてるので足元滑りそうです。大変危険なので、まあ、安全に登る方法があるとしたら、デッキブラシで擦りながら苔を落として、階段を、しっかりと乾かしている状態で、登っていくと。まあ、こちら側にももちろん、こういうふうに、倒木が、ただあります。小さな河川でも、ちょっと上流の方まで来てみたら、まあ、この辺はだいぶなんかこう不法投棄の船のような気がしますね。で、まあ木もたくさんこう放置されてると。まあ、これぐらいのところまでは水かさ来ると思われますね。あとまあこちらの方にはなんかこう水が流れ込んできてるところがありますよね。こちらの方からどこかから水、これですね。多分こちらから水が流れ込んできてるんじゃないですかね。この地面の、ここには水は映ってないんで、この底を通過して、水が土の中を伝って多分流れ込んでると思います。この先ほどの地点から水を満水にした時の、その一番上の水位のところまでがどこまでか分かったら、次、また河川水門開式ダム発電を設置すると。まあ、倒木本当にやっぱり多いです。どこ行っても。河川の底もそうですけど。
だから小中学校とか、これ多分あの蒲田発電作っても冬場限定で、まああの10まあ、11月下旬から例えば、4月までと、まあまあ、学校だから、まあ、あの春休みだから3月下旬ぐらいまでだと思うんですけども、まあ、かまど発電を行うことによって多くの学校がこれかなり電力発生させれると思いますよ。やっぱり倒木が多いですね、至る所に。まあこちらの河川の底もコンクリート化の死骸があると、まあ、たまにめちゃくちゃ大きな石ありますけども、まあ、あれは あそこまで大きいものも放っておいたらいいと思いますよ。まあもうあのカットしたらいいと思いますよ、木を切って蒲田発電用に。ああ、ここは誰か見に来てあのこういう工事をしてるみたいですね。ここから先は結構傾斜がある程度ありますね。こちらからも水が合流してますね。そこにあの倒木がこう流れ着いてきてるっていうことは、大雨が降ったりしたらあのここの水も何十倍もしくは何百倍になって流れ込んできてるんだと思いますね。でこの辺の道に水が溢れかえって、まあ、河川に流れ込んでいくっていう形、あの辺りも倒木とか結構ありますね。まあ、どこかで途中で ある程度段を作ってしまうような形でもいいんじゃないかなと思いますね。ただしこの辺の下は多分もともと岩石地帯で、もうこれ以上加工する必要はないと思います。まあ、まあこの辺りに小水力発電、大雨降った時にどうなるかなんですよね。その小水力発電がどういうふうに稼働するのか、水車の方がいいのか、まあ、ここまでだいぶ上流まで登ってくると大雨降ってもそんなにたくさん水は集まってこないと思うんです。それまでのところの山間部の水が集まってくるはずですから。まあこの辺のところは 何かこうちょっと加工してうまく段差利用して水で発電したいですよね。まあところどころでこういうポイントポイントのところで水路のような形を作ってしまうかですね。で完全に地下水流ストレートトンネル発電型にまっすぐに引いてしまってこう傾斜つけるような形で、おーと危ない、まあ、この辺り音はだいぶ聞こえますね。聞こえるんですけど、あーだと思ってます。あそこは水車、まあ、小水力発電のような装置でもいいと思います。この辺りは完全に水車の方が良さそうですね。だいぶ段差があってこちらの方から水流れ込んできていて、これなかなかまあバカにならないと思いますね。であとこちら先ほどのいらない石でもう少しこう横に出してきて、でこう落差をつけるような形で、で、水車と、まあ、そういうような形がいいんじゃないでしょうか。
まあここも近所ですかね。向こうの方に流れ込んでいるのをせき止めて真ん中に集めておいて水を、でもう少し、まあ、間に石を置いて間にコンクリートを入れて、まあ流れ込みやすいような形、両サイドにこう石を置いてと。間にコンクリートを入れてと。まあこれどうなんですかね、集まってきて水とかの両サイドからあったりとかもしますか、やっぱりそこもその部分は河川の底をコンクリート化した方がいいかもしれないですよ、わかんないですよ。ただ石とか土とか流れ込んでくれるだけ、基本的にはこう岩盤地帯みたいですから、まあ取り除いてみてどうなのかっていうところがわかるというところだと思いますね。まあ石ころとかだったらその辺に転がってるので、まあ腕力強い人だったらすぐ簡単にあそこまでまあ持っていけると思います。まあ、この辺りは斜めに傾斜作って回転扉で完全に覆ってしまうような形で、まあ倒木とかもたくさんありますので、そこが多分長年水が流れ込んできてだんだん削れていってると思うんですね。石とかが流れ込んできた時に地面に当たって、でまあそこはちょっと埋めておきたいですね。その辺のいらない石とかで、埋めてもらったらいいと思いますよ。小さな石とかもかき集めてきて、まああの辺りも倒木がたくさんあって、まあこの道がまあ再度倒木まあたくさんあるんですけど、この道直線 3.5km が兵庫カンツリークラブというところ、ゴルフ場みたいですね。これストレートに部分部分でストレート地下水流ストレートトンネル発電の形で作れそうなので、結構こう来た甲斐があったように私としては思われますね。あとはまあ木がたくさんあるということが分かったと、これが結構大きいですね。この木の量だと、まあ、ちょっと横に登っていきやすそうなところから登っていったりとか階段つけたりとかすることによって、まあ、河川の底の階段もそうなんですけど、多分あの木の成長の方が追いついてくると思います。鴨田発電を行ったのこれちょっとどうなってるのかな。まあ、ここから段ができている状態ですね。まあその辺の、まあ、ここもストレートに作れそうですよね。でまあここから先、まあまた高さちょっと石余っていたら高さ出しておいて、そこに水車みたいな形でいいと思います。まあ、倒木がやっぱりだというところ、まあこちらのサイドとかも探したらいっぱいあると思いますよ。あんまり高いところまでもう登らなくてもいいと思いますよ。足滑らしたら危険ですので、まあ地下水流ストレートトンネル発電とかこう設置したら河川の底がね、底の中に水が通るような形になるから歩きやすくなるから、向こうの橋の方の倒木とかも拾いやすくなると思います。まあ、あの辺りの傾斜のところから、まあ、ストレートにできれば取れたらというところで、で、そこの、水が流れ込んでいるところの手前に、
まあ、小さなダムを、設置すると、まあ、堰と言いましょうか、まあ、このサイドのところの高さまで水が貯水できるようにと。まあ、この辺りの木とかも全て伐採するような形ですね。まあ、その次はポイントですね。ちょうど足場、石組んでるものがありますんで、まあ分かりやすいかと思いますけど。まあそこも斜めに傾斜作って回転扉を設置でいいと思います。下に水車、まあ、先ほどのところ一回水を貯水して水位がどれぐらいまで来るかそれを確認してからですね。まあ 3.5km ぐらいだったら、まあ片道1時間ぐらいじゃないですか。まあ、その範囲内で、まあ、谷上の小学校か中学校あの辺りのところまで、まあ、持って運搬したらいいと思いますよ。ガソリン使わないことが重要ですんで。あちらも倒木です。だから春から秋にかけて、まあ、回収してと。まあ、冬場もまあ、基本的にある程度早い段階で倒木回収して天日干し、何ヶ月かしておかなかったら中の水分がなかなか抜けないでしょうから、まあ、それによって燃えやすい燃えにくいとかも出てきますんで、ちょっとここからだったら河川の底はどうなってるかわからないんですけど、ここは河川水門解析ダム発電作った方が良さそうですね。深さがだいぶ出てきましたんで。まあ、この辺りも倒木がたくさんありますね。河川の形状がだいぶその辺りで、まあ、傾斜があって滝にもあっていて、まあ、あの辺りも加工してサイドに水が今余分に流れてますけども、あれを向こうの中央に集めて、水車ですね。ああいう風な形になってます。この辺りは河川の底をコンクリート化が必要かもしれませんね。で、まあ、あの辺りに河川水門解析ダム発電を設置すると。で、まあ、河川の底の余計な石とかをかなりくぼんでるところとかに、入れてしまうと。で、平面を出すと。そういうことです。やっぱり倒木たくさんありますね。まあ、この辺の砂利とかを削れるんですけど、ね、すぐ近くです。まあ、ああいうふうな大きな石をどうするかですよね。まあ、ほったらかしにしておいて真ん中に水が集まるようにしておいて、まあ、ここは小水力でいいと思いますね。見ますかね。もうちょっと、こちらから戻って。
ああいうふうな形状で、あの位置があることによって、まあ、真ん中に水が集まってきているという状況ですので、まあ、ただ、少し斜めに加工はしたいですね。石の下のところ、空洞化がありましたから、そこを埋めておいて。ところどころに小水力発電というような形ですね。落差があるところに。まあ、この辺りもそこを一回ある程度埋めてしまった方がいいと思いますね。まあ、この辺りが最終地点といったところですから、ちょっと待ってください。右手の方にありました。こちらは側溝の方から流れ込んでる水でしたね。ということは、まあ、この辺りで河川水門解析ダム発見を設置しておいて扉を。じゃあ、まあ、向こうに10メートルほど地下水流ストレートトンネル発電が、できますので。まあ倒木もたくさんありますし、まあ倒木全部拾い集め終わったら枝とか、まあ次余計な木を間伐していくと、まあ中には枯れてる木とかも結構混ざってるんで、これだけ密集してくると栄養の取り合いみたいになっちゃいますんでね。あとはまあ河川の横の木ですね、特に下の方にあるもの、そういったものをしっかりと伐採すると、まあ、上の方にあってもこういう風に枯れてるものも結構ありますんでね、そういうのも伐採してた。まあ、先ほどの位置に河川水門を設置して、まあ、水の位置がこのぐらいじゃないでしょうか。で、まあ向こうの方の木とかも集めたいですよね。まあああいうふうに流木もありますし、まあこの辺りまで来たら長靴で十分対応できそうな気がします。前日は昨日窓バンパー、次の日の水の量でこれですから、まあ、例えば3日、5日、もしくは1週間、晴天が続いた夏場とかでしたら、水の量、まあ、だいぶ少なくなってるでしょうし、まあ、しかし、倒木、流木が多いですね。まあ、各地点地点に小水力発電でいいと思います、少し加工して。ただこの場所に関してはちょっと向こう奥行きだいぶ取れそうなので、まあ地下水流ストレートトンネル発電、まあ高さがそこだったらちょっと低いんで、この辺りですね、この辺りに使っていただけたらなと思います。まあ、これは目印にして、最初に誰か見に来てくれてるのかもしれないですね、その内容を聞いて。この位置だったら高さもうちょっと奥のところまで取れそうですね、水位が。まあ、向こう岸も倒木はたくさんあるんでね。まあ、先ほどの位置、お水を満水にしたときに、まあ、次設置するところのあたりが、まあ、この電柱のあるあたりでいいんじゃないかなと思います。基本的に電線飛んでるんで、電線つなぎやすいと思います。
まあその辺の足元とかもこういうふうに適当な枝が結構落ちてます。まあとにかく倒木の数がすごいですね。まあこれはまだ葉っぱついてますけども、まあけど水を貯水した時のことを考えたらまあいらないといえばいらないと思いますよ。この辺りも小水力ですよね。そこの先がああいう風にあのすぐ高さがありますんで、多分これカントリークラブまでの、この道の両サイドで倒木1000本ぐらいあると思いますよ、流木含めて。まあこの辺りも次すぐ高さがあるので小水力ですね。ここ上り坂結構ずっと続いていくので、河川ずっとこういう風な状態で小水力発電を各地点に設置するような形になりそうですね。ただしこの傾斜だとストレートに取れそうなので、地下水流トレールトンネル発電の斜めバージョンの方が良さそうですね。ちょうど20センチ ×20 センチぐらいがちょうど良さそうに、まあ、私には見受けられます。しかし東北道石の数が多いですね。横から、流れ込んできている水ですよね。あ、こちらですね。まあ、こちらこちらで左の方から上登っていけそうですけども、まあ、この部分はまた後ほど皆さんも考えましょう。あの倒木とか拾い終わった後で先にあの撮影したところの、部分を先に加工していきましょう。ここもだいぶ、渓流が角度が高さがありますね。そこの下が小水力としてここをどううまく加工するかですね。先ほどの高さのところで、まあ、ここぐらいの高さで、河川水門開閉式ダム発電、両サイド岸壁工事をして、ちょっと待ってくださいね。もうちょっと先まで撮影してどれぐらいまで水が貯水できるか、多分そうした方がいいでしょうね。その手前のところまでの高さまで、まあこれぐらいのところまで水が来ると思うんですけども、水を一旦貯水しておいて傾斜つけておいて、地下水流トンネル、まあ、数メートルと、あとその先の落下地点の水車、まあ、それで発電するっていう形がいいと思いますね。とにかく余すことなく、水を使用して重力利用してしっかりと発電すると
まあこういうわけですね。そこは一回崩れてるみたいですね。まあそこも深さが深くなってるんで、その辺の位置とかで埋めてもらってと。まあ傾斜が多いんで、この辺りは小水力というところですね。ちょっと道が、河川の道が蛇行してますんで。まあ、時間計測してもらったら分かると思うんですけども、歩いてる時間、大したことないでしょう。まだ30何分で。まあこの間はここは地下水流ストレートトンネルの門を作って、まあ数メートル地下水流で、まあその先を小水力という形が良さそうですね。両サイドここもちょっと岩盤地帯みたいですんで、まあ、ある程度は水を溜めて、まあ、水圧を利用したりと、まあ、そういうところですね。で、多分あそこのところ満水までしたら、その下の方のところまで来ると思います。で、この地点は、ちょっと上の方から撮影しますね。草が邪魔でちょっと見えにくいと思うんですけど、傾斜があちらの方かなりありますんで、まあ、あちらも、まあ、水車で対応、まあ、こちらも真ん中に水を集めて水車で対応、落差がだいぶあるんで、水の量はね、これぐらいなんですけども、だけど真ん中に水を集めることと、あと落差によって結構ギア比で、あとは発電できると思いますよ。安定性があればギアがこう上げていけるはずですから、ずっと。あとはこの辺りはちょっとコンクリート化が必要かもしれないですね。まあけど燃やす薪代わりになるものいっぱいありますよ。まあ、あの辺りも小水力発電ぐらいですね。まあ、この辺りまで来るとだいぶ水の量が、まあ、少なくなってきていますね。まあ、多分放置されている倒木だと思います。切ったようにも見受けられますけどね。まあ、先ほどの地点から両サイド岸壁工事して、河川水門設置した方が良さそうですね。ここなら貯水量結構ありそうですね。奥行きがだいぶなだらかですので。なお、まあ両サイドの木も、全て伐採というような形になってきますね。河川の底もコンクリート化して。ここから先、道がなだらかなんで、上の方まで貯水したら、まあ、あの辺りも水に浸かるでしょうし、その奥が河川ですけど、ちょっとね、だいぶ、川とかにまとわりつかれて、あれなんですが。しかし、倒木の数すごいですね。その辺りもそうですけど、ずーっと倒木だらけですね。
まあ、これで高さ何メートルぐらいまで行ってるのかっていうところですよね。まあ、先ほどの地点に、河川水門開閉式ダム発電を設置して道路の一番高いところに高さを合わせて、多分まあこの辺りまで貯水すると思いますね。まあ、あとはこちらの方までどの辺りまで水が来るのかっていうところですね。もし、まあ、あの辺りまでだったとしたら、まあ、そこで河川水門開閉式ダム発電ですね、まあ、そこの土管のところが ありますんで、まあ、それに合わせて河川水門開閉式 その地下水流トンネル発電を、設置すると。でただしここを貯水しようと思ったら、まあ、こういうふうな、まあ、あの岩はちょっと大きすぎるかもしれませんけども、その辺をある程度岸壁工事して水を貯水できるように高さ出しておいて、河川の土砂のかき出し、流木倒木を撤去、まあ、手頃な大きさの位置とか結構転がってますので、この辺のところをね、かき集めてあちらの方高さこう出してもらったらいいんじゃないかなと思います。だから高さどれぐらいの高さまで上げるのかっていうところですね。貯水量にこだわるんだったら 5,6 メートル高さ出しておいたらいいんじゃないですか。なんかこうずっと歩いていると10メートルぐらい高さ出していた方がいいかなとも思ったりもしますね。貯水量が増やせますから。まあ、こちらはこちらで水が流れてますね。まあ、こういう風なところも倒木とかがたくさんありますね。多分まあかまど発電で使用していたとしても追いつくことないと思いますよ。中には枯れてる木とかも混ざってますんで、生えてるように見えてる木のところも。まあ日光がよく当たるところとかだったら米植えてもいいと思いますよ、この側溝のところ。まあ大雨の日どうなるかわからないですけど、あんまり傾斜のないところですね、こういうふうな、そういうふうなところだったら大雨の時でも大丈夫なんじゃないですか。まあ分かりませんけど、なかなか大雨ってね、年に10回あるかどうかなんですよ。数時間ぐらいのまとまった雨、例えば3時間とか5時間とかそれぐらいだったらそこそこはあるんですけども、そんなもんなんですよ。まあ、この辺りは小水力発電ですね。まあ、この辺まで来るとだんだんドブというか側溝というかそれぐらいの川幅になってますね。まあ、ただしこれ上流まで見に行かなかったらどうなってるかって分かんないとこありますからね。まあ、この辺りとかも日当たりいいんで結構良い水田になりそうな気しますね。あとはまあ木がたくさん倒木が落ちてると。まだ、まあ、小中学校から歩いての時間じゃないですけども、その入り口の河川 の合流するようなところから歩き始めて、まあ、しゃべりながらいろいろ撮影しながらで、まだ40何分ですので、まあ、もうすぐカントリークラブに着くんじゃないですか。まあ、この辺まで来たら、まあ、倒木を集めるような地点になってくるかと思います。
地面の底はね、あのコンクリート化できてるかどうかでまた変わってくると思うんですけど、もうとにかく薪が多い、すごい量ですよ。だから人間があの持って運んで運搬できるようなものから運搬して、まあ中には3人がかりとか5人がかりとかで、担いで降りていったらいいと思いますよ。下っていくのはね、早いと思いますよ。まあ僕リュックサックとかいろんなものを背負って歩いてますね。なんかここちょっと通行止めになってますね。太陽と緑の道ですね、これ。まあ一応横から入れるようにはなってますけど、車が入れないようにしてるんでしょうね、きっと。あの、頭から入っていったら今度バックで抜け出せにくくなるから、だから車が入っていけなくなるようにしてるっていう。本当に倒木の数すごいですよ。ああいう木も折れてますね、もともと大きいもの。あの辺りもそうですね。あ、思いのほか蒲田発電もう山間部のところ至る所で多分できると思いますよ。山の中の手入れなんか多分誰もしてないでしょうか。ああ、この辺りなんかちょっと頑張って岩壁工事とか下地してる跡が見受けられますね。でもまあ水の量がだんだん減ってるところを見るとどうなんでしょうね。前の木にこう水が吸われていたりだとか、まあそういう部分はあるかと思います。まあこの辺りも田植えに適したところだと言えるんじゃないでしょうか。まあ倒木の数とか本当にすごいですよ。まあまさかこんなところまで水が浸かるような大雨っていうのはなかなかないと思います。まああちらも倒木ですね。まあ、先ほどのこの側溝のところの道はまあこういう風なところですね。まあ周りとか大体こう開墾するような形をしていけば、まあこれからここの奥の方のところまで水田として利用できると思いますよ、本当に。まあ向こうの方がどうなってるかもうちょっとわからないですね。今は6月の半ばなんで、結構気温が日中までになるとだいぶ、ああなるほど、こういうことですね。一番上のところが雪になってるんですね。まあその水が流れ込んでいたっていうことですね。まあこっから浄化する何か浄化水槽とかがあるのかないのかとか、まあそういうことですよね。飲み水としてだいぶ池の水は濁ってますけど、まあ雨降った後ですからね。水が溜まってるっていうことはこの先に河川があるっていうことだと思います。日当たりも良さそうなので浮体式のペレストロカイブとかがこうたくさん生産され始めたら、ここにもこう、まあ、空のペットボトルとかでもつなぎ合わせて、浮かせておいて、でまあ水が蒸発するのがもったいないですからね。まあ、それで流れる水の量を少しでも増やしたりだとか、まあ先ほどの側溝のところが水田化されていったら、まあそこはそこで稲が育ったら水を吸うわけであって、
まあ育つというか、水がそれだけ、まあ吸収されると言いましょうか。まあこれも倒木ですね。倒木というか、あの枯れてる木ですね。あの放っておいたら朽ちていくだけなんで、もったいないんですよね、非常に。まあここまでで大体50本ほどですね。まああのああいうふうに木が、あの枯れてる木とかがこう水の中にこう沈んでいたりとかね、してますんで、夏場とかこうある程度発電が必要な時、あちらの方の先ほどのあの河川のところに水をちょっとあの深く掘って、一気にこう流し込んでしまって、まあ飲み水とかに使用してなかったら ですよ、河川の底に沈み込んでる木とかもまあかき集めたりとか、もうそれでいいと思うんですけどね。まあこの辺りが河川の水のたまり場なんだと思います。でこれからここから先がまあ上流が あって、でまあその水を元に、ああまあこういうわけですね、あの木が生えてると。確かに木もあのこういうふうにあの中は空洞化してるところが見受けられるじゃないですか。もうこういうのを次々あの伐採していったらいいと思いますよ。あんまり密集しすぎても無理がありますんで、木の方もこういうふうに、なってますんで、まあ歩いて1時間ぐらいのところで多分半永久的にサイクル可能だと思いますね。かまど発電だから誰か1人分2人分3人分ぐらいの仕事になるかもしれないですね。かまど発電のその発電量にもよると思いますけども、だから学校の中央ぐらいにかまど室を作っておいて、そこに、まあエアダクトを、設置して、かまど室の温度が上がってきたら、そこから、風が自動で、まあ送り込まれると、まあそういうふうな形で、まあこの辺りなんかでしたらね、なんかこう水田にしたらいいんじゃないかなっていう状態ですよね。日当たりもいいですし、あこのここから先は向こうの方から水が流れてきてるみたいですね。まあ、なんかこの辺りも放置されてるだけのようなものが、ああ兵庫カンツリークラブっていうことで、ゴルフ、ここは もしかしたらゴルフ場の跡地なんですかね、かもうちょっと先に行ったらゴルフ場があって、まあ、3.5 キロって書かれてましたからね、まだ到着してないのかもしれませんけども、まあ、ゴルフ場の、私有地みたいですね。まあ、水もだいたいこの辺りでだんだんこう流れが止まってきてる、まあわずかに流れてる状態ですね。まあまあお米とか作るんなら、まあだいたいこの辺りぐらいまでっていうところなんでしょうね。まあこの辺りはどうなんでしょうね、そのカントリークラブの私有地なのか何なのか。まあ元をたどっていくと大抵行政とか公益財団法人という形になると思うんですけども、
まあ、あの辺りとかも倒木、私有地っていう看板出てますね。兵庫カンツリークラブっていうことで、兵庫県の持ち物っていう形になってるのかもしれないですね。わからないですよ。基本的にあの1990年にバブルが崩壊してほとんどのところ倒産してるはずですから。あ、所有者書かれてますね。有限会社で関西、早期コンサルですかね。比較のキーなのでキーと読むんじゃないかなと思うんですけども、まあ、分からないですけどね、どこからどこまで そのカントリークラブさんで、どこからどこまでが、まあ、この杭を打ってるところが先ほどのところだと思うんですけども、まあ、車が来てるっていうことは、多分ゴルフ場が営業されてるんでしょうね。まあ、午前中、ゴルフ回って、6月の半ばですから、まあ、昼ご飯を食べに。っていうところなのかもしれませんね。まあ、水の流れ、まあ、最終的な地点がこの辺りになるんですかね。まあ、あちらの池の、 あの向こうの奥の方の右手の方のところは、多分そこはそこであの水が集まっているところがあると思います。ちょっとまああのこれぐらいにしておいて、あのそろそろ戻ろうかなと思います。以上です。あちら谷上駅で、まあ、こちら小さな河川なんですけども、まあ、一応ちょっと撮影してみますね。まあ、ここに、真ん中に水を集めるような形で、水車を設置ですね。で、まあ、傾斜がだいぶきついので、まあ、水車を設置するようなところだとは思うんですけども、まあ、まあ真ん中に水が集まるような形でですね。だからまあ V 字型で高さ30センチぐらいにしてもらって、で、まあ次の地点はこちらですね。まあこちらも、まあ、V 字型にしてもらって、まあ、あの間に空いている穴が何なのかちょっとよくわからないんですけども、まあまあ、この辺りも、枯れてる竹とか、たくさんあって、まあ、どっか降りていく階段とか、あ、まあ、この横から降りてはいけそうですね。簡単に。まあ、枯れてる竹とかを取り除きながら、ここから、まあ、降りていったりだとか。まあ、一応階段あれあった方がまあいいはいいんでしょうけども、今頭の中に置いてるのはこの枯れてる竹とか取り除いたら、またそこから新しく生えてくる可能性があるんで、やっぱり階段なしで、まあ野球部の人たちとかのスパイクは下が金属なんですよね。で、地面によくしっかりと、スパイクは入り込むんで、なかなか足滑ることないと思いますんで、まあ、今日は僕ちょっと滑ってこう手を怪我したりだとか、まあ、こういう風な状態になってしまったんですけども、まあ、こういう地点もあるということですね。まあ、先ほどのところこう上流を目指して歩いてるんですけども、ここはもう枯れてる竹の量がすごいですね。まあ、数百本はありそうですね。まあ、どこかこの辺で民家の方とかで農家されてる方とか、まあ、この辺りもちょっと耕作放棄地みたいですね。もったいないですね。民家しながら、冬かまど発で、それで売電して、お金を得ると、まあ、そういうような形、まあ、春から秋にかけて、まあ、枯れてる竹を集めておいてと、まあ、そういうふうな形で行っていただいたらね、いいんじゃないかなと思うんですけど、先ほどの河川をちょっと探しているところです。
かすごく太い木がありますね。そこの下が多分河川だと思うんですけど、ちょっと様子がわからないですね。枯れてる竹がこう取り除かれていったらだんだん様子が分かってくるかと思うんですけども、まあ、一応近くに谷上小学校があるのでそこのかまど発電で竹を燃やしてもらってもいいんですが、まあ、この木はちょっと危ないですね。根元もちょっとあの石垣はもう崩れかかってるんで、これは早く伐採した方がいいでしょうね。まあ、あとはあちらですね。まあ雨が降った次の日であれぐらいの水の量ですから、まあまあけど落差があるからギア比つけてあげたら、まあある程度発電が見込めると。まあ先ほどの場所もすぐ近くに電線がありましたし、ここもすぐ近くに電線があるので、まああのないよりか絶対あった方がいいですね。であとはあの先の通路ですね、まああれよりあちら上流の方でまだ発電できそうなところがあるかどうかちょっと見てみます。あちらの方とこちらの方2箇所あるみたいですね。水が流れてるところが、なんかあちらの方合流して水の量を増してたんだと思います。ちょっとまああの辺りまで行ってみますね。まあ少し段差があるのと、あとあちらにも段差がありそうですね。あとはこちらとこの上、まあこの辺りは水車ですね。まあ電線はすぐ近くにあるので、まあ水車同士を電線で結びつけておいてという形、まあ電線を水車通して、で適当にどこかのところでつなげておくみたいな形でいいと思います。まあ、あちらの上はちょっとどう見に行ったらいいかちょっとわからないですね。ちょっと待ってくださいね。こちらの方のもう一つの方はどうなってるのか、それちょっと見てみます。まあ、この辺りも耕作放棄地なんでしょうね。もったいないですね。谷上の周りで、ね、三宮とかも近いし、地下鉄乗ったら。まあまあ水の量がこれぐらいですので、まあどこか落差があるところ、河川の下の草とかをこう撤去してと、まあそういうふうな形になってくるんじゃないでしょうか。多分畑を、もともと畑用の水路だと思いますね。こういうふうにまあ水をせき止めていて、でまあ、あちらの方にもまあどこかの畑に流れ込んだりだとか、まあ、そういうふうにもともと水路で水を引いてという形だと思いますね。まあ、ここなんかは水は自然と流れ込んできてますからね。まあ、もったいないですね、非常に。この下のところも耕して草抜けて、結構いい畑になると思いますよ。まあこのトラクターも多分もう放置されてるんじゃないですかね。まあサビサビですけど、まあわからないですけどね、所有者の方いらっしゃるかもしれませんが。一応ここ上流まで見に行ってみますね。先ほどの耕作放棄地のすぐ近くに、まあ、こういう光景があるんですけども、まあ、奥の車を見る限り、まあ、かなり長い間放置されてると。その隣とか、まあ、ここも所有者の方現在いらっしゃらないかもしれないですね。あ、犬が鳴いてるっていうことはいますね。いらっしゃいますね。あ、ここにも何か水路ありますね。結構水が流れてますね。これ用水用発電に使えますね。この水があちらの方に流れ込んでいたのかもしれないですね。
結構な勢いで流れてますね。雨の日とかなかなかバカにできないかもしれないですね。何台も、まあ水車でもいいでしょうし、まあ螺旋型の縦に回るようなものでもいいでしょうし。畑の近くへ来たらああいうような水路って結構あるんですよ。でいろんなところで発電すれば、まあ、例えば、兵庫県西宮市北部の山口町でも同じような光景がたくさん見られますんで、そういうところをたくさん活用していただいたら、いいんじゃないかなと思います。まあ、近隣の住宅の電気ぐらいは、まあ、賄えそうな気はしますね。まあ、先ほどあちらから歩いてきたんですけども、まあ、こういったところもありますよね。まあ、下流の方のところがどうなっているのかちょっと、わからないんですけども。まあ、なんとか、そこの落差があるところだったら、V 字に真ん中に水が集まるようにして、成形つけたら、落差、高低差はそこそこ、50センチぐらいありそうなので、まあ加工の仕方によっては1メートルぐらいの落差がつけれるとは思うんですけども、まあこちらサイドを少し補強してて、まあそこも発電できると思いますね。ちょっとこれ上流行ってみますね。先ほどのところと合流とか分かれたりとかしてるかもしれないですね。